斉藤相馬中島よしきのカラソニラジオ。皆さんこんにちは、斉藤相馬です。中島よしきです。この番組はバディたちの音楽青春ストーリー東京カラソニックのファーストシーズン優勝ペアである宝田由里を演じる僕斉藤相馬と梶春日を演じる僕中島よしきがお送りする優勝を祝してのバディ特番となっております。はい、3回にわたってね、最終回です。はい、お送りしてきたんですけど早いね。 2.2% ぐらいかな。そうね、 2% 進んだ。ちょっとね、 0.2% 進んだ、うん、0.2% か。休憩中にね 0.2% ぐらい進みましたけど。しかもだよ、え、更新時間的にはね、え、2月27日といえば、あ、そうですよ、カラソニのイベントの日だから。いや、最高でしたね時空飛び越えられるんだ最高のイベントでしたね。ドキドキだよね。まあ、もちろん最高だとは思うんですけど、その直後にこれ皆さんにお届けしてますから。そっか、やっぱちょっとテンション感がね、うん、違いますもんね。まあ、逆にでもトントンの可能性あるけどイベントの高揚感と俺らのテンションは。マジで、うん、俺たちイベント後のテンションでやってるんですか。最終回にして追いついたかもしれないから。なかなかだねそれはね。よかったよだったら。まあ、ということでね、イベントであの新情報とかも、あ、そうですよ、いろいろお届けしたので、こちらでもね、はい、紹介していきたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。斉藤相馬中島よしきのカラソニラジオ、最後までよろしくお願いします。より、まだ悩んでんの？さっさと昼飯買って帰ろうよ。ごめん、もうちょっと。何を迷ってんの？サンドイッチ。あ？なあ、春日。この卵のサンドイッチと、そっちのミックスサンドイッチ、どっちにしたらいいと思う？そんなの好みでしょ。だよな、わかってる。でもどっちも食べたいんだ。だがしかし、決められない。いよりってそういうことあるよね。謎のタイミングで優柔不断になるみたいな。だって両方うまそうに見えるじゃん。あとどっちが頑張ってるのかなっていうのも考えてる。頑張ってる？卵サンドは2切れで230円、ミックスサンドは3切れ入ってて230円なんだ。ほう、これってさ、卵サンドの方が頑張ってるよな。どういうこと？だって2切れしか入ってないのに同じ価格なんだぞ。偉いじゃん、卵頑張ってるよ。あー、なるほどね。だから俺は卵サンドに心が動かされてる。でもやっぱり腹を満たすって考えるとミックスサンドの方がいいってなるんだよな。じゃあミックスサンドにしたら？でもミックスサンドに対抗しようとしてる卵の頑張りを汲んでやりたいって気持ちもあるんだ。卵の感情を。あのね、より商品の値段っていうのは原価を元に設定されてるんだよ。原価ってなんだ？原価っていうのは特定の目的を達成するために消費される経済的資源を紙幣で測定したもの。ごめん、難しい単語が多すぎて理解できなかった。つまりこの2つのサンドイッチは材料の値段が同じくらいだったってこと。だから販売する値段も同じになった。これでわかる？なるほど。でも卵が頑張ってるのに変わりはないよな。あ、春日？うん、もうやめよ。俺は卵サンドでいいと思う。やっぱりそうだよな、卵サンドの方がいいよな。うん、絶対それがいいよ。よし、買ってくる。無知って怖いな。神様も意地悪だよね。あれで頭良かったら完璧だったのに。ま、面白いからこれはこれでいいんだけど。春日、今なんか一人で喋ってなかったか？そんなわけないじゃん、見間違いじゃない？そっか。そうだよ。さ、帰ろ帰ろ。あ、ねえより、ん？これからも辛いこと、主に他人からめちゃくちゃバカにされることもあると思うけど、何にも変わらずそのままでいいからね。一体何の話をしてるんだ？俺はイオリの味方だよって話。ああ、ありがとう。ほら、バカな子ほど可愛いって言葉もあるし、今の時代バカでも生きていけるから大丈夫だよ。え、ちょっと待って、そもそもなんだけど俺ってバカなのか？正確に言うと勉強ができないかな。同じ意味だろ。確かにテストの点はいつもめちゃくちゃだったけど。いや、うん、
めちゃくちゃっていうか、あなたいつも進級ギリギリだったからね。でも春日が勉強を教えてくれたおかげで毎年なんとかなったんだよな。それにプラスして俺が裏で動いてたからね。お前今なんて。やばい、口が滑っちゃった。さあ帰ろ。ちょ待てよ、どういうことだ。どういうことでしょうね。ほら早く家に帰ってお昼食べよう。おい春日、教えろって。っていうか俺ってバカだったのか。斉藤聡馬、中島よしきのカラソニラジオ。改めまして斉藤さんです。中島よしきです。いやバカですね。いやいやいや、バカなんですよこれ。みんなどうだい。どう思った。いやこれなんていうか、ドラマ中では言ってないんですけど、ドラマの台本に書いてあったサブタイみたいなやつで言ってもいいんですか。いいんだって。いや、はい、ちょっとなんかきっと最初からバカだった。はい。いやいや違うから。皆さん最初から聞き直してください。チョコチョコバカです。泣いちゃう。お前一発逆にするんじゃねえよ。これ逆輸入される可能性あるね。泣いちゃうって言うかな、イオリが。言わなそうだな。いやちょっとね、だからやっぱりイオリって、見た目とか喋、り方とかも当然。優等生でね勉強できるって感じなんだけど、めちゃくちゃ勉強できないっていう。はい、僕ね、もう長いことね東京カラソニックの台本読んでますけど、はい、いおりのバカ設定が一番好きです。なんかちょっとでもどう増してない、なんか多分ちょっとシナリオ書いてる人も楽しくなっちゃってる。最初まだギリギリのラインで。ちょっと天然なのかなみたいな。最高じゃない、卵サンド頑張ってる。いや本当にね、力入っちゃったね。これね今後もありますから、いおりくんのねおバカちゃん設定がね生きてくる。ちなみにこの設定を知った千葉翔也はショックを受けてました。何なの、どういうことなの。僕は賢い子が好きなんです。うるせえな。どのポジションなのよ千葉翔は。ありがとうございます。はい、というわけでですね、更新日である2月27日に東京カラソニック初のオフィシャルイベント、東京カラソニックスペシャルライブビギンオンバディが開催されました。はい、参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。配信もねありましたんで、現地の方以外もねたくさんの人に見ていただけていると思います。はい、そういうのがねいいですね。確かにね。ちなみにアーカイブがありまして、準備が整い次第皆さんに見ていただけるようになると思いますんで、忘れてたとか用事があって見れなかったっていう人は今からでも間に合うということで、ぜひご覧いただきたいなと思います。いやー、まあ、ただね冒頭でも言いましたけど、我々その、最高のイベントだったよね。まあ確かにそれも言ったわ。確かに嘘はついてないね。いやこれちょっとまあでももうさ、なんていうか手だれの皆さんですから、そうね確かに普通にやったらすげえ盛り上がっていいイベントだったねってなってるはずですよね。まああのメンツ揃えてなんか失敗するビジョンは見えないんですけど、いやでもわかんない、なんかアドリブでさ、ヒューマンビートボックス大会とかさ、大会はできないんじゃない。一人だけだから。一人だけだから。いやどうなってるんでしょうね。ちょっとね、まあ本当にねやっぱりこう初めてみんなで揃ってっていうイベントですから、だしこう、まあ、ある種なんか集大成というかね。そうだね、ファーストシーズンのね、一個大きなイベントですから ね、 だから皆さんに楽しんでもらえていたらいいですけれども。いいですけれどもね。はい、ではですね、そんなイベントで発表された最新情報を改めておさらいしていきますよ。わかりました。はい、まず東京カラソニックの舞台化が決定しました。新鮮なリアクションですね。新鮮なんだよ私。いいですね。公演はですね2023年を予定しているという。来年ですね。いやどんな感じに、ね、なるのか。どんな感じになるんだろうね。でもそのやっぱCD ドラマでも結構リアルなお芝居をみたいな話してたんで、うんうん、そういう意味ではその実写みたいなのと親和性は高いのかもしれないよね。まあとはいえね、なかなかこう個性の強いキャラクターたちだから、竹内くんがやってるカイリーをそのままトレースできる、トレースないしは表現できる
膨らませていただける役者さんいるのかな。まあでもね、モノマネ大会で優勝しないといけないだって高いなもうむせるぐらいチョモランマ級のハードルが登山が大変よこれは。すごいよね、うん、いやでもなんかそういう風にしてさ、やっぱりそのあの音声ドラマと歌をこう出発点として、うんね、やっぱりそのエンタメが広がっていくっていうのがね、カラソニックっぽいね。そう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 、うん、いやだから僕全然まだどんな感じか知らないですけど、うん、いやわかんないけど、そのやっぱ舞台ならではみたいなさ、そうね、要素もあるかもしれないし、全然違う時代のカラソニックって可能性もあるよね。あ確かに、ね、いやもう適当なこと言ってね、わかんないけど、ね、すごい適当なこと言って、これは本当まだ我々がね本当何も知らないんでそうだから、伊織と春日とかの世代じゃないとかね、オリジナルストーリーみたいな、うん、多分ないけど、それはまあまあ違うそうじゃない、うん、違う違う、そうじゃ、そうじゃない、結構踏襲してる多分、ね、わかんないけど全部適当言ってますけど、はい、今、まあね、そっちもね楽しみにしていただきつつ、はい、詳細は公式サイトなどで随時発表されていきますのでお願いします。お願いします。続きまして、本日開催されたイベントの模様を収録したブルーレイの発売が決定しました、うん、発売日は2022年8月5日です、はい、現在予約受付中となっていますが、各種特典などの情報も出てるそうです。詳しい情報はカラソニの公式ツイッターや公式ホームページをご確認ください。まあ、相馬がね、ミズリーを1番と2番なんか、ま、逆で歌っちゃったみたいな、逆に器用だねとか でもドンバックダウンだからやっぱ振り返らない、ね、振り返、それはね反省しなさいちょっとイオリアでもやっぱ武士だからね。そうね、背中は見せないかもしれませんけど、あの自分で腹切ってもらったゲセヌってこんな失敗をしてハルキに申し訳が立たん解釈を頼むっつってなってる可能性はありますけどねちょっとあのしっかり練習して臨もうと思います、はい、舞台上で大失敗してませんようにはい、どんどんいきますよ、そしてね、やっぱこれはね、これね楽しみにしてた方いるんじゃないですか、はい、作品の新たな展開、東京カラソニックグローイングが始動します。待ってました。はい、まあまあまあ、もうあるだろうっていうね。そうね、セカンドシーズンの話もしてましたからね、思ってましたけども、はい、やっとお届けできます。こちらはですね、伊織と春日が優勝した東京カラソニックから半年後のお話です。あら、うん、だからまだその次のカラソニックとの間ってことだね、うん、政府主催による芸術の祭典グローウィングフェスが開催されることに、新入生も加わり、全員でこのフェスを盛り上げることを課題として与えられます、うん、カラーソニックを経て成長したメンバーが立ち向かう新たな挑戦にご期待くださいということで。なるほど、やっぱりいいよね、こう作中でちゃんと時が進んでいるというか。そうね、半年経つということで。で半年経つからさ、はい、全員学年が上がってるんですね。上がってますよ。いや、伊織も無事進級できよかった。いや進級できなかった理由はね、あのちゃんとした理由があるので、詳しくはね、あのユニットの方を聞いてほしいんですけども。バカだから。違うそれは2番目だから大きな要因ではあるのか。あんまり勝手によりをいじれないんだよ俺は、好きだから。そうね、いやでもそこがねやっぱ愛らしいというね、うん、ことなんですけれども、だからついにもう伊織が3年になって、春日も4年になっているわけですね、はい、最上級生になるんですか。いやどんなね、またやっぱりね半年ってこうさ、10代とか20代前半の半年ってでかいもんね。でかいね。まあその特に伊織と春日はまた成長して帰ってこようっつって別れてますから ね。いや楽しみですね。楽しみですね、はい。そして先ほどもありました新入生、うん、東京カラーソニックグローイングから登場する新入生も発表されました。こちらもご紹介しましょう、はい、まずは京都校のボーカル学科1年宮園智恵、CV は広瀬優也くんです。優也来ましたね。優也じゃないか優也そうだよ、お前の嬉しい弟分だよ。いや、じゃあ弟だからもう。あ、ちょっと気持ち悪いあんまりこういうこと言うの控えていくそうしてください、はい、これは、キャッチコピーが高飛車×アウトサイダー。いやこのまたイラストがすっごいなんか見下されてる感じしますね。セリフもさ、はい、本物の執念見せてあげようか。あ、今のは広瀬くんのモノマネゆうや聞いてるかこれがお兄ちゃんだぞあ、なるほど、ちょっと気持ち悪いですけど控えていくと思いますけどどういうキャラなんでしょうね。まあでもちょっとやっぱり高飛車ってなってるから、ちょっとあれじゃないの、上から目線系っていうか。僕はね実はちょっと知ってるんですけど、はいはい、台本をねあのちょこちょこ読んでるんで、うん、あの
苦手です。マイルドな表現はありがとう。まあでもさ、やっぱりそのカラソニってみんな個性的なんだけど、いわゆるその嫌なやつみたいな、嫌、はい、なやつか嫌味なやつってあんまりいなかったかもね、うん、そうなん、高飛車っていうのがね、さどっちに作用するかっていうところですけどね。いや楽しみだ。しかもだって一番ね年下っていうか、そうです、1年生ですからね。でも本物ってね、自ら辞任してるわけですから、うん、いや相当ね、実力者です。相当な才能ないと。これはまあだんだん広瀬くんにプレッシャーがかかるっていう気づいちゃいました。いやでも楽しみですね。ボーカルカッカーですからね。歌も聴けるんでしょうね。楽しみでございます。続きまして、熊本校の作詞作曲学科1年榊大城、 CV は梅原雄一郎さんです。梅ちゃん、梅ちゃんじゃないか。なんか知ってるやつしか出てこねえな。チロちゃん、チロちゃんじゃん。チロちゃん、チロちゃん、チロちゃん、チロ雄一郎、ね、そんなん言ったことないよ。チロちゃんなんですね。大城はどんな人なんですか。キャッチコピーが豪快かける不当のストレンジャーということで、うん、おセリフあるよ。この情熱だけは、あ、やりますね、うん、あ、ちょっとできないな。この情熱だけは誰にも負ける気がしない。ボロ負けだよ。ボロ負けだよ。そんなやつ腹から声を出せ。出てねえんだよ。どこが豪快やねん。助手席に座っててもたまにあなる時あんだから。いやでも またね、この結構多分見た感じがたいも良さそうだし、はい、ちょっとなんかやっぱりスケールデカめって感じなのかな。そうですね、うん、おそらくですよ、聞いてないんですけど、まだ大城の声を聞いてないんですけど、うん、うるさいっす。あ、台本を読んでる限りだとうるせえ。あ、でもまあその声大きいキャラ何人かいたけど、はいはいはい、そのなんていうの、豪快キャラっていうのはね、豪快ってついてますか。おうおう、いなかったかもしれないから。またこれでも梅原さんこういう人好きだと思いますよ。ふざけたがりですからね。あの人はあの実は大きい声出すの好きですからね。確かにそうだね。そうそうそう、結構ね、急にあの何の予備動作もなく大きい声出すからさ、うん、あのね、あのこれもうこの世の真理の一つとしてあるんだけど、うん、大きい声って面白いんだよ。, , 笑いの鉄則よね。そう、とりあえず大きい声出すっていうのはね、間違いないね。ちょっと楽しみですね。いやでもこの2人が来てね、ちょっとまた、まあね、8人とどうかな、10人になるわけですからね。濃いね。濃いですよ。楽しみすぎますわ。はい、楽しみにしててください。はい、最後にもう一つ、このラジオを聞いてくれている皆さんに初解禁の情報をお届けしちゃいますよ。ありがとう、イベント終わりの疲れてる体に。はい、ありがとうございます。でもこれ皆さん知りたかったんじゃないでしょうか。何でしょうか。東京カラソニックグローウィングの主題歌が決定しました。さらにタイトルも言っちゃうよ。なんで。タイトルなんで。初めて聞くタイプの引き出し。今手札そんだけしかなかったの今。なんでしか。ドローしたのに。なんで。大きい声でごまかされません、それはね。タイトルは何ですか。グローアップでございます。おー、こちらのイベントを見てくださった方は、分かると思うんですけれども、あの発表映像の時にバックで流れていた楽曲なんですけども、はいはいはい、その時はねタイトルは出してなかったんですよ。BGM だったんですね、はい、なのでここで発表でございます。ということでね、セカンドシーズングローイングの主題歌グローアップ、まあね、成長していくということでございますが、はい、まあでもやっぱりね、タイトルだけっていうのもちょっと寂しいし。いやいや、タイトルだけでも十分満足していただいたと思います。じゃあエンディングなんですけども。まあ、あとはさ、残念だな。いや、やっぱりほら、この番組もさ、ほら最終回でさ、やっぱりこの番組だけがお届けする情報っていうのも欲しいじゃん。泣いちゃう。笑い笑い。よくないよって作家さんに言われましたけどね。もうやめ、10年超えてこういうのやめよう本当に。俺たちはいつの間にかね、うん、ちょっとね小技を身につけすぎだから。実はずっとこの辺に構えてました。そう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 。その刀見えてたもんね。俺の脇差しが。いやちょっとね、ほんとね。ということで、はい、まあ、やっぱりねこのラジオで初出しの情報ということで、はい、なんとグローアップ皆さんに聞いてもらっちゃいます。イエーイ、やったね。はい、それでは聞いてくださいませ。東京カラソニックグローウィング主題歌です。グローアップ。
ような今日も繰り返して羽開き明日へ飛ぶこの挑戦に二人だけの はい、ということでお聞きいただいたのはグローアップでございます。これ私は正真正銘今初めて聞いてるわけです。はいはいはい。なぜなら歌っていないので。そうですね、はい、どうですか。クソむずいですね。これほんとそうなのよだからね、この曲を歌うために我々もまたグローアップしなければならなかったということなんですね。せざるを得なかったわけですね。そうなんですよ。曲が俺たちの限界をもっと引き上げてくれるっていうね。あーすごいね。いやまたねこう歌詞とかもねちょいちょいこう気になるワードとかありましたけど、はいはいはい、まあ、一体どんな意味がね込められているのかというのも楽しみにね待ってていただきたいですね。はい。そしてこちらの楽曲なんですけども CD 発売に先駆けて先行配信決定しました。聞けるんですか。素晴らしいですね。今多分画面に詳細が出ていると思いますので、はい、あそっかこれ YouTube だもんね。はい。だからいろいろ多分多分いろいろ分かんないけどいろいろしてくれてるかもしれないし、うん、なんかすごいの出てんだろうね。してくれてないかもしれません。してくれてないんだ。分からないそれは分からないですけどね。分からないですけどね。はいはいはい。ということでぜひぜひたくさん聞き込んでくださいませ。はい。ということでイベントで発表された情報をたっぷりおさらいしてきました。今日お話しした情報は公式サイトなどでも随時掲載されていきますのでこちらも合わせてご確認ください。これからもまだまだ展開していく東京カラーソニック、ぜひともよろしくお願いします。斉藤聡真、中島よしきのカラソニラジオ。お送りしてきました斉藤聡真、中島よしきのカラソニラジオ。今回の配信もそろそろお別れの時間です。気づいちゃったんだけどさ、うん、この本日2月27日イベントやってるじゃない、うん、で情報をたくさん解禁したじゃない、うん、今さ俺たちはイベント前だから、うん、すげえ盛り上がって言ってたけど、うん、そんなことすっかり忘れて全く同じリアクションしてる可能性あるそうだね。あー梅原さんこういうの好きそうですよねとか言ってる可能性あるよね。多分ね俺たちの手札1枚ずつしかないから俺なんでしか持ってないからCV は、 CV は広瀬優也さんですなんでとりあえず大きい声出すしかないからねいやでもね本当に我々もねこう先々の展開心待ちにしてましたから、うん、本当になんかねこういう形で番組もやらせてもらってそうだ、ね、次にねどんどんつながってさらにグローアップしていくっていうね、もうグローアップが口癖になってしまいますね。グローイングしていきたいと思いますから。グローイングしていく、はい、ドゥーグローイングしていこうと思います。ドゥーもういやでもなんか改めてまあ、ヨシキとはね長い付き合いですけど、こうやってこうラジオやるってあんまりないんだよね。でもなんか何の違和感もなかったけどね。いやいかに我々が早口かっていうことがね世に知らしめられたんじゃないかな。あなた一人でやってる時そんなことないのよ。そういやだからよしきのせいだ。ごめんなさい笑っちゃういやでもね泣いちゃうシリーズ、はい、まあ本当に我々のこうカラソニ愛もね、うん、お伝えできたんじゃないかなと。でもまだ 3% なんで。そうですね、ようやくね。あと 97% ありますから 97% ありますから、ね、これだってグロービングしてったらもっとグローアップしていく可能性があるわけでしょ。そうですよ、カラソニ愛も、はいはい、皆さんも育んでいっていただきたいと思います、ね、ありがとうございます。今回でこの2人のバディ特番を終わってしまいますが、すでに発表になっている通り、春からは中島よしき、梶原岳人のソニーラジがスタートします、うん。私居残りでございます。いや泣いちゃうさよ卒業寂しいよこれでも多分あれだよね、先々ゲストさんとかもさ、あ絶対やりたい ねそれはね。まあまあ居座るわじゃあ。まあまあこれさ俺ガクトとこの話ソニーラジの話をした時にすげえ申し訳ないことをしたんだけど、うん、はいはい、よしきさんお願いしますって言われて、あガクトもうすぐ撮るんだよねって話をしたの。
え、全然聞いてないです、え、交番かなとか言って、え、スケジュールどこにも入ってないですよやめな、え、そうなの、俺入ってるけどなってよく考えて、俺ソーマってやるやつだったちゃんと謝った方がいいよ、謝っとこう本当に。いやでもそっちもね、うん、楽しみだし、またこうバディじゃないペアで ね、どんな話が広がるかっていうのも、どんな、まあね、ひょっとしたらドラマもまたつくのかもしれないし、いい、ね、セブンディングとどんな話するのかね、楽しみでございますね。はい、こちらについてもまた、詳細は公式サイトでご案内しますので、ぜひぜひお楽しみに。はい、では最後になりますが、改めて作品を楽しんでくださっている皆さんや、これからカラソニに触れてくれる皆さんに一言ずつお伝えしたいと思います。はい、で私から、そうですね、話足りないのが、まあ、正直なところですけど、なんかこのタイミングで、相馬とカラソニの話ができたのはすごく良かったなと思います。今日のイベントでもいろいろ発表になった通り、まだまだ続きますんで、ぜひ引き続き応援していただければと思います。はい、ありがとうございます。いや本当に吉木が言ってくれた通り、あのこれまでね、うん、カラソニを応援してくださった皆様ありがとうございます。そしてこれからカラソニにね出会って、うん、物語を楽しんでくださる皆様、ようこそいらっしゃいました、うん、本当にあのまだまだ語り尽くせないぐらいいろんな魅力のあるカラソニなんですけれども、まずね我々も芝居で皆さんにお届けしていきたいと思いますので、うん、ぜひ東京カラーソニック引き続き応援のほどよろしくお願いいたしま す。それではまたいつかお会いしましょう。お相手は宝田伊織役斉藤相馬と梶春日役中島由紀でした。